ちょっとごめんなさい。頭痛い。思ったよりちょっとフラフラになりました。首痛い。すいません。はい、アーティストナビゲーターもっと星がね。ありがとうございます。夢で音楽で夢をつかむ動員爆発プログラム。はい。ちょっと痛い。なんかちょっとごめんなさい。すいませんでした。はい、番組ナビゲーターの海洋源太です。よろしくお願いします。アシスタントの水木です。よろしくお願いします。はーい、暑いまあ、いきなり暑い暑い今こんなのしたら暑くなりますよ。なるなからの後ろになんか怪しい人がいるけど、2人、はい、なんかちょっとなんかかっちりしましたね。そうですね、3回目なんですよ今回。そうですね、はい、ね、あ、喋りましたねでは、はい、紹介します。はい、はい、では、はい、お願いします。長澤英二です。よろしくお願いします、はい、今日も細いですね。今日も細い。スタイリッシュ、スタイリッシュですよね。スタイリッシュだいぶ、うん、はい、ありがとうございます。暑ないですか。暑いですよ長袖ですけど、ね、長袖ですけど。いやでも、はい、先生なんか先生らしく後ろと言われたんで、女の子から。あら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 、あどこの、なんかいろいろ想像してしまう。そこは秘密でもしかして怪しい、はい、怪しいんじゃないですか、いきなりぶっこんでいく。10時からでしょ。10時からでしょ。10時からでしょ。そして番組のマスコットキャラクターのゾンビくんでーす。ゾンビくんでーす。ゾンビくん今日、あ、ちょっと触られた今日なんか爽やかですね、ピンクで ねそろそろあれですよね、あの、うん、季節になってきましたよね。そうですね、こういう感じが出てくる本当ですね、夏も近くなり、トロロの髪がなびいてますけどトロロちゃうよねトリートメントしてるんですか。あ、なんか手慣れてるな、トリートメント。ティモテ分かっていないから商品名やわほんまやですね。まあ、これは大丈夫です、はい、大丈夫です。はい、はい、でね、まあ、さっき言いましたけど、はい、3回目来ました。お、来ましたよ。途切れることなく。本当ですね、はい、1回目、2回目来て、はい、ついに3回目ですけどそうでしょうねでしょうねいきなり4回目とかいかないですからね反響とかどうでした。こう、うん、ね、3回来たじゃないですか。はい、はい、あのね、友達のアーティストが、はい、え、俺も出してやみたいな感じで言ってくれたりとかして。あ、じゃあアーティストの方が結構じゃあ見てくれてるみたい。お、それいいですね。ね、嬉しいですね。まあ、こうやってね、今コメントくださってる方とかも見ていただくのめっちゃ嬉しいんですけど、はい、もっと欲しがれ動員爆発プログラム。プログラム、うん、はい、はい、誰の動員を爆発させんのやって、やっぱりアーティストの、ね、ね、動員を爆発してほしいですし、はい、ね、アーティストの方もどんどん見ていただけたらなと思うんですけど、うん、どうですか周りでは。何気にしとんねん。かゆいんですよ、ここなんて。何で何で何で。なんかね、あ、赤い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 な。多分あれやわ、ネクタイの色映ってんねや。かゆいんですよ。じゃあそれじゃあまだ赤になるからね。私はやっぱり、アーティストの方もそうなんですけど、はい、やっぱり、ファンの方とか、うん、全然音楽にこうあんまり興味がなかった人もなんかこう切り口がゾンビくんもいるし、なんか楽しくみんなでやってるし、ゾンビくんで切り口ってだいぶなんか生々しい感じのゾンビくんもいるし、こうみんなで楽しくやってるし、しかも毎回こう違うアーティストの曲が聴けるっていう、ね、はいはいはい、それがすごい楽しみってなってくれてる、視聴者の方がいらっしゃいます。あら、これ嬉しいですね。いらっしゃいますか。もしよければコメントいただけたら。お、はい、まあそんなすぐ誰やってるかな、はい、ですね、はい、そうですね、そんな感じでなんですよ。うん、うん、どうですか、エイジさんの周りでは何か。僕の周りですか、はい、僕の周りはみんなビジネスマンなんで、おうおう、ね、音楽業界の人は正直あまりいないです。いやいや、でも、ね、ね、動員っていうからには営業の方とかもね、うん、見ていただけたら、ね、もしかしたら、ね、本当ですね、いいんじゃないですか。まあ、もともとがあれですよ、うちの会社の集客が爆発した、うん、
ノウハウをここでお話しさせてもらっているので、ちょっとあのそれちょっと結構重要な話聞けたの今リポートから。じゃあもう A さんの会社はもうウハウハなんですよね。まあまあウハウ会社ウハウハ、ぼちぼちですね。ウハウハ、すごい。ちょっとさっきからちょっと気になってるんですけど、なんかちょっとゴミがついてる。あれすごい。いや会社あの忙しいんちゃうかな。すごい営業がうまいこと言ってね。そうですね。はい。なるほど。そういうところから、ね、この心理学は、なんていうのかな、応用されていくんですか。いやもうお客さんね、みんな人間なんで、やっぱり同じなんですよね、持ってるものって、その心理っていうのが、はい、だからその心理をやっぱりちゃんと分かってあげて、そのお客さんが喜ぶように、ちゃんとねあのアプローチをしてあげると、お客さんが来てくれやすくなると。なるほど、なんですよ。それはですね、まあ、で営業とかってなんか会社にもとか僕言いましたけど、それ友達がつまり気持ちがいいことやったりするんですかね、もしかしたら。そうですね、本当にその通りですね。じゃあもっと勉強します僕、はい、真面目にぜひ勉強してください。真面目に勉強します、はい、役に、ね、立ちますね、普段の生活にも ね、ね、やっぱあの恋愛とかもね恋愛とかね、あ、恋愛をこらってやっちゃうの。いや、やっとるからですね。はい、まあ、こんなわちゃわちゃしながら、あの今日も勉強を進めていきたいと思うんですけど、はい、この4人だけではございません。ごめんなさい。はい、ゲストのなんか分かってしまいました。なんやろ、ゾンビくんのテーマかな。ゾンビくんのテーマやと思いますわ。はい、さあ、はい、では今日は気を取り直して、はい、ゲストの方が、はい、はい、お呼びしているのでご紹介したいと思います、はい、村瀬真由美さんです。自己紹介をほどね、ちょっとお願いしてもいいですか。はい、私奈良のシンガーソングライターやってます、村瀬真由美と言います。奈良お願いします。奈良ですか。奈良のどの辺ですか。どの辺ってくれますかね。奈良の北、中部、南、北。じゃあ割と、大阪寄りですか。あ、そうなりますよね。でも奈良難しいんですよね。僕も実は奈良出身なんですけど。そうですよ。そうなんですか。はい、3回目にして。知らなかったですよ。奈良出身なんですけど、割と中部の方も大阪行きやすかったりするんですよ。最近、あの安倍野の方とかね。あ、そうですね。ちょこちょこだったんで。あの近鉄のね、東京のところありますよね。私逆にないです。ないですか。今ね、新幹線とか喫煙ルームとか。はい、ないじゃないですか、もう、まああるやつはあるんですけど、だいぶ縮小されたじゃないですか、近鉄特急まだ残ってますよ。え、1両2両ぐらいあの喫煙車両ですよ。はい、それ知らなかったです、はい、だからスーって進むんですよね、スーって。それはね、それ電車やからね。それはね、え、どうやって進むって。スーって。え、どうやって進むって。スーって。なんやねん、この番組。はい、最近どんな、実はね、僕ね、あの村瀬さんはもう3年、4年ぐらい の、 あの知人というか、お知り合いなんですね。お知り合いなんですよ。あの実は、そのタイミングで一度プロデュースをさせていただきまして、はい、一曲ちょっとね、CD 出したんですけど。そうだったんですね。はい、初耳でした。まあ今初めて言うだからね。この周りでは今俺初めて言ったからね。そうだったんですね、はい、なんですけど、でその後のね、その後は知らないんですよ僕あんまり。どないしてはったんですか。そうですね、ちょっとこんなここで言っていいのかわかんないんですけど。え、あかんのか。ここで言った悩むようなことあんまり言わん方がいいんじゃない。どういうこと。なんですか。あんまりこう活動に力を入れてなかったというか。あ、もう、あ、落ち着いてしまった。ちょっと落ち着いてしまってた期間が1年ぐらいがあって、ほう、でまたちょっとやる気がこうプッと出てきて、盛り上がってきたんですね、気持ちが。そっから、そうですね、なんか去年の4月あたりからちょっと積極的にライブハウスとか路上ライブで活動してますね。
なんで、なんでやる気なくしたの？なんで俺頑張ったよ。俺頑張った。俺頑張って1年後にやる気なくしてどうぞ。俺なんかいじめたみたいになる。大丈夫これ。自分の仲間を。あ、ほんまに。そういう時ね、でもありますよね。でも、なんか吸い込まれそうな人見ながら、ちょっと見てください。目ね。吸い込まれそうよ。目はね、すごい印象的で。めっちゃ色いですね。あ、もともと。マネですよね。何やねん、これで会話するの？めっちゃ色いですね。見てもエイジさんのハニカミマナゾンビ君もイエーイ言ってるわ。イエーイ言ってるわ。ですね。はい。もうすごいな、なんか今日。ね、今日ちょっと、ね、テンション高いですね。いいですね。はい、夏も近いしね。本当。はい。バケーションな感じですね。そうですね。はい、さあ、はい、じゃあ今日は。ね、今日もこんな感じで、うん、今日 の心理学を教えていただきたいんですけれども、はい、はい、行きましょうか、はい、はい、今日はですね、はい、ファンのモチベーションを上げて、うん、感動させる方法を、ね、お話ししていきたいと思います。これちょっと、はい、今ね、私考えましたよ。何を、題名を簡単にしたから、ね、題名そう、これ題名、あ、今のあらすじやもんね、そう、はいはいはい、ちょっとほら、ファンのモチベーションを上げて感動させる方法ってちょっと長いじゃないですか。あ、言ったんかと思った今。ちょっと長いじゃないですか。僕ファンのファンの、ファンのモチベーションを上げて感動させる方法、はい、これは分かりやすいんですけど、はい、ちょっと長いじゃないですか、はい、ちょっと今考えたのがファン上げ6。おファン上げ6、どうですか、どうですか、上げ上げ上げ、いや、ちょっと待ってくれ。で、必ずランド変わってこと、俺、はい、ファン上げ6の後はこうするみたいな。ファンもう、あ、じゃあもう一回ちょっと振ろうかな。はい、そのファン、はい、ファンの何だっけ、ファンのモチベーションを上げて感動させる方法、はい、はい、はい、ファン上げ6あの言ってもらったら一応振ろうかなと思ったんです。あ、そうです、タイトルはとか言ってるのかなと思ったら、もう一回じゃあやってもらっていい？やんねえやん。もう大体分かったやろ、もう視聴者の皆さんね、はい、まあそれは4回目に交互期待しましょうか。そうしましょうか。あ、もう一応ファン上げ6言うとるやん。ハートマーク書いてるやんか。すごいな、影響力すごいですね。はい、大丈夫ですか、はい、村瀬さん、こんな感じで。はい、大丈夫ですか。はい。はい、じゃあそのファン上げ6を、はい、ぜひご伝授いただきたいんですけれども、はいはい、そうですね、まあ、なぜ6が出てきてるのかっていうことは後の秘密なんですけども、そうなん、はい、これからね、順にお話していきたいと思いますけども、はい、まずね、音楽ってどういうことを、ね、こうしてくれるものだと思います？どういうことをしてくれる、うん、音楽の役割というか、そうです、役割というか、あ、うん、どうですかね、うん、やっぱり役割 ね、うん、うん、どうですか、癒し、癒し、あ、癒しもそうですよね。ちょっと待って、村瀬ちょっと暗い。癒し、癒しって癒し、癒しなんで、ね、癒し、はい、うん、癒しとか、うん、みずきちゃん、なんか音楽、うん、癒しとか、やっぱりあと元気。ごめん、ごめん、ごめん、顎が気になるわ。ちゃくれたやつみたいな。元気、元気、こうパワーがもらえるみたいな、はい、そのアーティストのパワーがあると聴いてるお客さんもこう元気出てきて、うんうん、ちょっと明日から頑張ろうかなみたいな、あ、なるほどね、うん、そんな感じかな。なんかギーって、そんな感じ。なんか2人とも真面目っすね、割とね。え、いや、真面目っす。どうですか。僕だって、はい、もうそもそも音楽を始めた時、僕ね、はい、ずっとバスケットボールをやってたんですよ、はい、クラブ活動で、はい、で、まあ、まあ、バスケットボールずっとやったらね、あのモテるんですよ。ちょうどスラムダンクとか流行ってた時期で、あ、で、あのちょっと膝壊したんですよ、はい、僕ね、で、じゃあでもなんか人気者になったし、なんかよりそのままね、自分のこう盛り上がったの感じを維持したい、保ちたいと思って、あ、なんか文化祭とかあるやんって言って、はい、で、なんかボーカル誘ってくれてる子いるやんっていうので、歌ってみよう、ギター弾いてみようみたいな感じで、なんかチヤホヤされたくて始めましたからね。へぇー、はい、ちょっとじゃあ、そんな感じ。なるほど。なんでそんな聞いたんですか。なるほど。いや、太陽さんのね、はい、過去のことをちょっとね、ほじくり返そうかなと。ほじくり返そうか。いや、だいぶ遠回しに来ましたけど。はい、いいですよ、いくらでも。まあ、音楽ってね、結局その、
まあ、元気を、ね、出させてくれたりとか、うんね、その寂しさを癒されたりとかね、うん勇気づけてくれたりとか、うんあと他にこう夢を見させてくれたりとか、うんはいはい、そういうふうに、まあ、してくれるものじゃないですか、うんでまあ、要するに一言で言うとモチベーションを上げてくれるものなんですよね。うん、ポリポリしない。どこのモチベーション上げとんねん。ちょっとなんかこう痒いんですよ。スルーしようかなと思ったよ。カサ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 って言うからびっくりするやん。ちょっと痒いんですよ。はい、モチベーションを。そうですね。はいまあ、仕事をはかどらせたいとか、うん、頑張りたい時とか、うんね、女性にモテたい時とか、はいね心地よくなりたい時とか、うんそういう時にやっぱりこう。音楽って必要じゃないですか。そうですね。確かに、はい、そういう時にこう音楽を聴くことでモチベーションを、ね、上げさせてくれるものが音楽なんですけども、うんはい、じゃあその音楽で、どうやったらその自分たちのファンを、ね力づけるモチベーションを上げる音楽っていうのをね、はいできるのかどういうものがあるのかっていうことを、ねうん、今からお話したいと思うんですが聞きたいですか。そら聞きたいです。そんなん分かった。だってそれこそ動員爆発するでしょ、うん、そりゃねちょっとそれ、ねうん、聞きたい。爆発、はい、爆発するよ。しかもしかも実はこれ、まあ、それぞれのタイプがあるんですけども、はいね、モチベーションね、はい、モチベーション種類がいろんなタイプがある。そうなんです。種類があるんです。そんなにあるんですか。はい、そうなんですよ。1個じゃないんですか。実は6つのねタイプがあるんですよ。まさかの。あ、ここで出てきました。なんかちょっとつながった感じがありますね。はい。お、何だったっけ？ファンゲシックス。ああ、違うやん。さっきの残しとか長いやつ。なるほど。はい。6つのタイプね。はい。はい、でよくねその恋愛の曲とか、はい、まあ友達の曲とか、うん、なんかそういうのこう書いたらいいのかなとかね曲作るときに思うじゃないですか。うんで恋愛でもそうやって実はモチベーションのタイプが6つあるっていうことなんですよ。だから、うんうんうん、ただ恋愛の曲を書けばいいっていうことではないっていうことなんですね。どんどん細分化されていく。そうです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 。あの、はい、なんとかツリーみたいな、なんていうんでしたっけ、忘れたわ、なんとかツリー樹形図みたいなやつ。樹形図、うん、ああ、なんか難しい話あかんみたいなこの番組マインドマップですね。あ、っていうんですか。はい、マインドマップ。あ、へえっていうのがあって、まあ、例えば音楽でその要するに恋愛で、6つの、ね、タイプがあったりとか、はいはい、そのモチベーションを、ね、上げるときにということですけど、うん、他にも例えば仕事をする上でも6つのタイプがあったりとか、いうことなので、まあ、それぞれのタイプに合う、ねまあ、歌詞を中に入れたりとか、うん、1つの曲でも6つのタイプに合う、ね歌詞を入れたりとか、そういう技もあるんですけども、はい、一つの曲で一つの、ね、タイプでもいいんですけど、まあ、とにかくそのモチベーションタイプを知っていたら曲を作るときにすごく、ね、書きやすくなるということです。あ、もうぜひそんなの聞きたいです、はいはい、そうですね。実はこれあのモチベーションタイプっていうのはハーバードの先生が見つけたものなんですよ。ハーバードの、はい、由緒あるね、歴史としたらね、本当にあの、うん、きちっとした、まあ、内容なんですけども、すごいってことしか分かんないですね。そうですね。はい、うんうんはい。アメリカのどこ？アメリカのハーバード。アメリカのどこにある？アメリカの、うん、どこなの？どこなんですか？僕も詳しくないですけど、東の方ですね。東の方なんですよ。なるほど。だったと覚えてます。はい、はい、で研究されたことなんですか？そうなんですよ。モチベーションタイプが6つあるっていうことを、うん、研究して発表したんですね。へ、うん、6つもあるって、ね、具体的に聞かせていただきたいんですけど、そんな、はい、教えてもらっていいですか？そんなもちろんです、うん、全部それバラすことになりますけどいいですか？バレちゃいますね。あ、はい、うん、もうどんな秘密が、秘密がね、そう、もういっぱい、6つでしょ、はい、でちょっとあの皆さんお聞きしたいんですけど、うん、はい、どういう時にモチベーションが上がるとかっていうのあります？あ、ある、あります、あります、ある、はい、うん、やっぱりこう
恋愛にしてもこう音楽にしても仕事にしても何でも言えることなんですけど、おこれやっぱりねあれですよ、どれあれど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 れやっぱりおどれよ、なんか私はこうなんかこうハハハってなるのがちょっと苦手なんですよ、こう私の意見もあるしってちょっとこう、うん、結構きつく言っちゃう時があるんですよね、あでなるほど、そのでもそれはやっぱり自分の中でこれ本当にこれがいいと思って言ってるんで、それがこういいよってみんなに言ってもらえたりとか、うん、こうそれが通ったりとかするとやっぱめっちゃ嬉しいかなっていうのがあるんで、うん、なるほど、うん、なんかちょっと人のリーダーになってこうみんなに支持したいみたいな、うん、そんなんはあります、なるほど、はい、じゃあここからちょっと進めてもらっていいかな違う違う、行きますはいなるほど、村瀬さんは、私逆に嫌なことがあった時とか、え嫌なことがあった時に嫌なことというか、なんかこう嫌なこと言われたりとか、こう自分がこうちょっとしんどいなって思った時こそ、うん、クソっていう、あいやごめんなんか今下打ちが聞こえてくる多分番組では聞こえてないと思うけどここでは聞こえる聞こえクソ言うはいはいはい、クソってなって、うん、逆にやる気がこうかと出てきます、あ、ちょっとじゃあ、ほら、あれですよね、 M ですよね、あ、そうだM タイプですよね、そうやね、ここ、ちょっと S と M なの出来上がる、出来上がるその関係です、イエーイなのかなですね、なるほど、見かけによらないしね、なんか ねちょっと、そうですね、どうですか、僕は、まあ、先ほども言いましたけど、はい、あのクラスの人に、あの例えばなんか文化祭でライブしましたよ、え、めっちゃ良かった、かっこいいって言われたら、そりゃテンション上がりますよそりゃテンション上がりますよ、いやで、うん、そう向こうがテンション上がってくれてるんやったら、うん、じゃあこっちもそれもっとしっかりしなあかんなとか、うん、やっぱりそう思うし、うんうんうん、反応を見てもっとよりこっちも頑張れるみたいな、いやもうそりゃなりますね、なるほど、うん、っていうタイプですか、うんうん、なるほど、うん、はい、ゾンビトニックは話していけないですね、おいおい俺いいアフレコすんな、はいはいで、はい、まあ一つ一つ言っていくんですけど、はい、今ねお話聞いたら、はい、水木さんは、どちらかというとこう6つある中の一つのね支配タイプっていうのがなんでネーミングがもう出た支配、はい、支配支配、はい、まあ、権力者であったりとかね、マジか、まあ、みんなに、自分の思い通りに動いてほしいとか、はい、要するに、まあ、周りを思い通りにしていきたいタイプですよね、はい、そっち系かなという感じがそれなんかちょっと印象は、うん、なんか大丈夫ですか、それは。あのね、支配って聞くとね、ネガティブな印象あるんですけど、そうですよね、あの、うん、ここの支配っていうのは、はい、まあ、物事を良くしていくために人をうまく使っていくとか、物事をうまくこう良くしていくために、周りをコントロールしていくっていう、うん、そういうちょっとポジティブな方の。それいいですね、はい、プラスの意味でこう、みんなをこう、うんうんうん、負からこう、うんうんうん、こう陽に引っ張っていけるみたいな、そうです、ね、負から陽、はい、そこ言葉合わせようかそうまあまあまあ、陰から陽とかね、陰から陽ね、陰、うん、こう、はい、いい感じに引っ張っていけるみたいな、それいいですね、カリスマっぽいよ、あ、じゃあ私かいいよ、うん、いや、俺かいいよ。いや、これ言う恥ずかしいよね。はい、すみません。なるほど。ね、まあカリスマですよね。はい、みずきちゃん。イエー。うん。うん。イエー言ってるしなし、なるほど。そうなんや。じゃあ私はじゃあそういうタイプで、はい、じゃあどんな感じにした具体的に。そうですね。はい、多分曲をやるときに、その結構自分主体。で、はいはい、うん、物事を進めたくなると、うん、で、うん、曲にもそういう傾向が出てくるのかなと思うんですね。それ、うん、当たってます、うん、こうやっぱりこのなんか言われたんですけど、気持ち意志が強いねみたいな、うん、曲聴いてくださった方が、うん、なんか意志強いねみたいな、それ出てるんですね、うん、出ちゃってる、うん、
寝ちゃってる。でもね、っていう話で言うと、うん、僕とかはずっとバンドやってきてる人なんですけど、みずきちゃんはずっと一人でやってるじゃないですか。そうなんですよ。自分で引っ張っていかなあかんもんね。そうなんですね。ちょっと休める暇とかないし、ね、ないんですよね。それはそうなん、そうなんですよ。性質がそういう風になっていったのかもね、もしかしたらね。そうかもしれない。あ、確かに当たってますね。はい、うん、なるほど、ということですね、はい、これがじゃあ一つ目なんですか、はい、これそうですね、はい、で二つ目ですけども、はい、そうですね、二つ目、自由タイプっていうのが、うん、自由タイプ、はい、フリーダムの自由、そうですね、要するにコントロールされたくないっていうタイプですね、うんうんうん、おー、うん、ほう、うん、人にこう物事をこう指図されたくないとか、うん、はい、うん、これちょっとでも1番目と少し似てません、ちょっとあの1番目の逆なんですよ。あ、逆なんだ、はい、うーん、受け手やけど我が強いって感じなのかな、1番目はコントロールしていきたいんですよ。ほう、で2番目はコントロールされたくない、されたくない、うん、はあ、自由でいたいっていう、 自由に行動したい、うんうん、自分の好き勝手やりたいっていう、うん、なるほどなるほど、タイプですね、はいはいはい、うん、まあ、コントロールされるの大嫌いなんですけど、うん、そういう意味ではこう人から指し続けたりとかすると、うん、イラッときてしまいがちなので、うんうん、まあ村瀬さん、ね、うん、先ほどそういうふうにおっしゃってたと思うんですけども、うん、村瀬さんはこの自由タイプなのかなと、うん、はい、あれ、じゃあ、うんうん、相性悪いぞ、この2人やべえぞ、やべえぞ、これねえって言われたけど支配したいけど、支配されるもんかなるほど、はい、なるほど、うん、うん、これで2つ目ですね、はい、だから、まあ、あの仕事とかね、煩わしい人間関係とかからこう解放されたいとか、うん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 、で自由でいたい、縛られたくないって、ね、思う人が多いんですけども、うん、まあ尾崎豊さんなんかはこのタイプの曲が多いかなって感じるんですよね、うんうんうん、世の中の権力とかね、うん、に対してこう抗うような歌をね、書いていらっしゃるんですけども、うん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 、そういう傾向の、ね、あるアーティストかなと思います。あ、でもそういう意味で言うと、うん、あの反骨精神みたいな感じで、うんうん、僕聞こえるんですけど、うんうん、まあ、実際さっき村瀬さんはそんな感じの、うんうん、もうなんかされて嫌なことがあったら、うん、何クソみたいな感じでいくって言ってましたからね、合ってますね、はい、ね、そうですね、はい、実は僕もこのタイプなんですけど、あら、あらも、はい、あら、あれ、ちょっと、なんかあれですよ、従いのあかんやつ2人に増えましたよねそれでいけるならねまあね、うん、なるほど、はい、ということですね、はい、うん、で3つ目、あの先ほどね、うん、海洋さんが僕ですね、はい、あの、うん、人気を得たいと、そうですね、はい、言ってましたけども、うん、はい、まさに人気者タイプ、うんうんうん、っていうのがあるんですよね、うん、はい、はい、で人気者タイプはもうたくさんの人に好かれたいとかリスペクトされたいとか、うん、ね、なんかイエイパーティーとか、イエイパーティー、ーティー誰がパーティーピーポーや、ね、モテたいとか、うん、うん、まあ、注目を浴びたいとか、はい、そういう感じのタイプなんですよ。なるほど。はい、まあでも実際そうですからね、はい、ぽいですもんね。ぽいですっていうな、ね、誰がパーティーピーポーや。さっきなんか尾崎豊さんとか出てましたけど、はい、僕なんかないですか。そうですね、人気者タイプは多分ですけども、うんうん、あのエグザイルとかそういう、あ、シャツがそれっぽいぞシャツがちょっと全然ならばへんやん。なるほどね、はい、このタイプかなと、そういう感じの曲が多いのかなと。なるほど、まあ、逆に僕がじゃあ曲、うん、まあ、あまり今まで書いたことないですけど、はい、書こうと思うと、うん、そういう言葉が届きやすくあるってことなんですかね。うそうですね。なるほど、うん、あ、でもそれは嬉しいな、はい、元気出そうぜみたいなね、うんうんうん、ただここで注意しておきたいのが、やっぱ自分のタイプのファンばかりになりがちになるので、うん、まあ、幅広くファンについてもらおうと思ったら、やっぱいろんなタイプの曲をかけた方がいいですよね、偏らずにってことですよね、はい、あ、まあ、だからみつきちゃんのその、うん、支配タイプととかを自分なりに噛み砕いて、あ、じゃあこういう感じかなとかっていう感じの曲の書き方というかですかね、うんうん、そうですね、なるほど、
うん、だからちょっと他の自由タイプの、ね、はい、ニュアンスを入れたりとか、はい、ね、かよさんの人気者タイプのニュアンスを入れたりとか、うんうんうん、でしていくと音楽の幅も広がるのかな。へ、でさっき言ってたみたいに、それからさらにこう枝分かれしていったら、いろんな曲はまた同じテーマでも違う話で書いていきますもんね。そうですね、はい、ジュケーズ、はい、ジュケーズ覚えた。でもね、でもね、めっちゃめっちゃその話興味あるんですけど、うん、あの30分過ぎてますわ。ぶっちゃけ。あ、本当や、はい、過ぎちゃいましたね。何個あるんでしたっけ。6つですね。まだあと3つもある。あと3つあるんですけど、はい、はい、じゃあどうしよう、ね、どうしよう。そしたらもうこれはね、うん、もう次回のお楽しみということで、 おプロデューサー、はい、お来た。いや、これなんや。パンゲ3の時点で次回のお楽しみということで。そうですね、はい、だから次回はここのおさらいから進めましょうか。そうですね、おさらいしてそこからまた続きに、はい、うん、やっていきましょう。いきましょう。村瀬さんどうです、この3つの話聞いて、うんうん、参考にさせていただきます。ほんまかな。今のほんまかな。ためになりました。実際今まで書いてきた曲で、うん、そういうのが当てはまってるようなのもあったりします。そう、ほとんど当てはまってますね。結構泣きながら書きます、曲は。マジで、マジですか。ちょっと心配だろ。なるほど。あ、そうか、うん、じゃあ、うん、めっちゃ当てはまってますね、ですからね、うん、ね、まあ、じゃあ、うん、来週も見てもらって、これ、ね、来週はもうちょっとゲストさん決まってるんで、うん、あの、はい、見てもらってさらにあの作曲の枠を広げていただきたいなと思います。はい、はい、さあ次回は、どうも、2週後、2週後になるんですかね。何だっけ、テーマ、何だっけ、パン上げ6 3ちゃうかな、あれですね、になるということですね。そうですね、はい、はい、今日もためになるお話ありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、ここからは、はい、ゲスト来てもらってますから、うん、そうですね、いつもの感じでセッションを行きましょう、披露したいと思います。準備させてください。はい、あれ、ゾンビ君どっか行くんや。あ、近いの怖い、近いの怖い。顔あの、事故が起きないようにちょっと一言だけ、あんまりそういうことを言うとね、あれなんで、あれなんですけど、あの、水木ちゃん、あんまり足開きすぎん方がいいかな。ちょっと怖いわ。なんか、はい、あのツイッターがすごい勢いで燃え上がりそうな予感がするんで、ちょっと気をつけてくださいですね。はいはい、まずは元気？元気です。ほんまに声でかなったわ。今日はどのような曲を？悲しい春の別れの曲を持ってきました。あら、わかりました。では村瀬さんのタイトルコールでその曲をお届けしたいと思います。はい、聴いてください、白いスカート。Thank you.
ます。ありがとうございます。うわー、緊張した。やっぱり緊張するわ。あのさ、聞きたいねんけど、3年前になんでプロデュースした曲やってくれへんの？それせっかくの機会なんで、はい、どうせなら違う曲をもう一度やっていただきたいなと。そうやな。今日ね、この村瀬さん今日オファーしたじゃないですか、出てくださいって。ライブ近々あるんすよね。お、あ、はい。ちょっとコメントを見てしまった。何や、コメント気になるやつ、みんなの感想がちょっと気になっちゃった。いいね、パチ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 やな。えこのスタイル新鮮でよかったですって言ってくださっている方もいらっしゃいますね。はい、はい、あります、はい、ライブが、今月末7月31日、アベノロックタウンでワンマンライブがあります。はい、その日に初めてなんですよ、フルアルバム出させていただきます。おら、フルアルバム、もちろんこの先ほど歌わせていただいた白いスカートも収録されております。今日白いスカートありますか？ほんまや、合わせてきました。お、なるほど、私青いスカート。いや、じゃあ曲書こうや、それ。な、な、何タイプやったっけ？違う。すごい、上下青ってことやろ、今。そうですね。ね、はい、すいません、はい。いや、すいませんじゃないです。はい、あれ、そういえば、いいんかな、エジさん。エジさん、エジさん。エジさん、ダメですよ。ダメですよ。いいですか？はい。はい、ダメですよ。すいません。よいしょ。ダメですよ、ジュース飲んでたら、はい、ジュース飲んでたらダメですよ。あんなところでジュース飲んでたら、はい、ゾンビ君、ゾンビ君、キャハ、あかんて、あかんて、夏っぽい、夏っぽい。いやいや、何を確認しとんの。ですね、村瀬真由美さん、だから7月の31、31です、日曜日です、はい、皆さんぜひ。それチケットってまたあるんですか？まだあります。それを買いたいと思ったらどこに連絡したらいいでしょう？私ツイッターがあるんですけど、ツイッターで言っていただくか、うん、ホームページにチケット予約できるフォームがあるので、そちらで言っていただくか、ほ、 E プラス、お、プレイガイドも、はい、販売しておりますので。プレイガイド発見始まった、うん、ね、ちょっとそれ嬉しいよな、ミュージシャン的にはね、やっぱな。そういうのがあるのな、うん、はい、もう皆さんぜひぜひそのロックタウンへ足をお運びくださいませ。お願いします。水木ちゃん、何かご予定ございますか？はい、あるんですけど、あ、あります、あります。7月の21日ですね、21日に、ソープオペラクラシックス梅田です。新しくなりました新店舗の方でまた演奏させてもらいます。お食事とかね、飲み物とか飲みながらバックにこう演奏が流れてるような感じでやりたいと思うんですけども、うん、時間は、7時頃から始めようと思ってます。晩ご飯やね。そうですね、晩ご飯、うん、食べながら、はい、お酒飲みながらとかがいいと思いますけども、うん、7時から7時半までと、でまた8時から8時半まで、でまた9時から9時半までと、一応3ステを予定してますので。あ、マジか、すげえな。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それはチケットはどこ行ったら？チケットはね、これはなしで、もうそのままフラットも来てもらったらいいです。え、どういうこと？チケットないんです。チケットなくて、もうお食事を食べに行く感覚で無料？無料？チャージね、無料なんです。無料やって。いっぱい食べてください、その代わり。ああ、ワンフードが必ず、はい。そうですね。ワンフードとドリンクと。ワンドリンクと。飲んでいただけたら OK です。すげえな。はい。はい。ぜひぜひ、ね、新しいお店も見に来ていただいて。お。はい。なんでそんな従業員みたいなの？いないで。いないで。なるほど。はい。はい。そんな感じでございます。はい。はい。長澤英二さんは？はい。僕ですね、実は。なんか今まで告知なかったの？内定で僕振ってましたわ。秘密にしてたんですが、ほう、はい、ミュージシャンのためのインターネットスクールっていうのをやってます。へぇ、ちょっと前出してください。ブラシちゃん、ブラシちゃん、よろしくお願いします。お手伝いお願いします。すいません。あの、男が宣伝するよ、女の子が宣伝した方が、ここにもある。それ、ブラシさんもっと前出てもらって、おブラシさんが宣伝してるみたいに。で、はい、
僕ともう一人ね、あの全国 CD デビューしたミュージシャン2人で、まあ、バンドがデビューするために必要なものをね、12週かけて毎週1時間から2時間ぐらいの動画でびっくりした、はい、動画が届くようになってます、はい、スマホでも、ね、パソコンでも何でも見れるようなそういうビデオでね、バンドデビューのためのテクニックをお伝えするスクールをやってますので、ぜひあの、バンドサクセスシークレット、バンドサクセスシークレットで検索して、あのセールスページをご覧ください。はい、これあの内容一緒ですか？内容全然違います。あ、よかった、はい、これこっち行ったらこっちの番組見てくれへんとかそんなんなりそうで、びっくりした。いや、もっともっとボリュームあります。え、なんか頑張るぞ、俺頑張るぞなるほど、はい、いろんなことびっくりした。長澤さんから、はい、あの告知があるのびっくりした今いよいよなるほど、はい、そういうことをやってます。ゾンビくん近いの怖かったびっくりします。あかんってあかんって、もうそろそろ本番の時期になってくるから後ろになんかおんでビビらへんのかいですね、はい、はい、じゃあそしたらね、今日はうん、これで残念ながら終わりです。なんかあれやったね、うん、2回にわたってこれだから興味ある内容が続いちゃいますね。本当ですね、うんうん、はい、次もね、次回楽しみにして見ていただけたらと思うんですけども、はい、次回はいつなんでしょうか？次回はですね、7月28日、2週間後ですね。2週間後ですね、はい、はい、ゲストに平田裕也さんをお迎えしてお送りいたします。次回のマインドセットのテーマというか内容が今回の続きですね。何やったっけ、何やったっけ、パン揚げ、セックス、セックスの3やります、はい、ぜひとも、お楽しみくださいませ。お楽しみに、はい、はい、ということで、はい、次回もこの番組どうぞよろしくお願いいたします。カミカミやな。次回もこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあまたお会いしましょう、はい、バイブー、はい、もっと始めたー。